久保さん。いや、ニッチビジネスにしましょうか。届きましたよ、これ。これちょっとまだレビューしてないですけど、これ。これは、なんと、パソコンでテレビが見れちゃうという知ら物ですね。はい。録画機能付きダブルチューナー内装。はい。まあ、録画はしないと思いますけど、これね、パソコンにぶち込んで、ちょっと試してみようかなと思いますけど。まあね、億万長者のシリーズやって、ちょっと僕も考え方が変わった部分があって、やっぱね、 テレビから情報を取っていくっていうこれやっぱあった方がいいなっていううん、なんかねテレビを置くなとかねテレビを見てる時間あるんだったらやれみたいな話をしてたんだけどもあのまあ発信できるんで僕はは <laughs> だからどっから情報を取っていくのかって話でみんな一般層の人ってテレビまだ見てるじゃないですか特にネット初心者の人って絶対テレビ見てるんですよそうじゃないですかネット疎いんでテレビ見てるわけですよね で、テレビ見てる層がネットに来るわけじゃないですか。ということは、テレビは主軸なんですよ。ということは、これ、絶対あった方がいいなと思って、<laughs> あ、そりゃあそう、考えてみたらそうだよな、みたいな。ね。ネットにうとう人はどこ見てるのかっていうと、テレビじゃないですか。リモコンつけてテレビ見てるだけなんで。で、その人たちが、やっぱなんかネットやらないといけないなとかこ来るんで。 どこなのかって、やっぱテレビですよね。何見てんのかっていう情報操作、どこでされてんのかテレビじゃないですか、完全に。メディア性のどこで受けてんのか、テレビですよね。<laughs> や,っやっぱテレビ番組な、何を情報操作してんのかなっていうね。こう見てってね。あの <laughs> いろんなまた違う発信がこれできるなと思ってこう無限像にできるぞとだって垂れ流しじゃないですか地上波って無料で垂れ流しでしてくれてるわけなんでこれすごいことだなみたいな、まあ、YouTube もね無料で見放題ですけど、まあ、YouTube よりテレビそうん、初心僕があのビジネスする人って初心者なんで初心者層って絶対テレビなんでうんそうだからこれはちょっといいアイデアだなと思って。 だからまあ情報発信できない人はテレビ見てる時間があるなら電話してる時間があるなら発信しろって話なんですけど情報発信がもうマストで空気でできるよってなれば情報をどこから仕入れるのかっていうところをやっぱ考えるっていうのは大事ですね発信ができるという,もう発信は空気ですよってなった場合その発信の情報源をどこから取っていくのかってやっぱ考えるべきかなと思いましたねうんそう な裏の裏の裏みたいなわかんないですけどうん、はい。ということでニッチに行きましょういってらっしゃい